どういうポケモン？お、バッシャラー。頑固親父みたいな顔してるね。え、なにこのポケモン。え、最初さ、ガーディーとかウィンディーとかかなって思ったけど、え、なんか違うよね。なんか目隠れとるし、あとなんか、狛犬っぽいめっちゃ。ガルルは。おやしなさいな。私は真珠団のガラナ。あなた様は？お、なんか上品げだね。ああ、銀河団の。バサギリとドレディアを沈めた強者と聞いていましたが、ゾンが優しそうな顔しておられるのね。どんなん想像しとったん？それで何をしにいらしたの？幸いなことに群青の海岸に荒ぶるキングはおりませんのよ。荒ぶるキングはおらんかもしれんけどさ、目を真っ赤に光らせたポケモンたちは数体見かけたよ。高波にさらわれた子供を救うため、身を投げ出し、海の木図となり。え、あ、そういう事故で？どちらがキングの子供のガーディーだと思われます？え、ガーディーなん？マジで？ガーディーこんなんやった？なんか違うよね。え、この世界のガーディーってこと？大きい方、小さい方、知らんやん。え、てか兄弟とかじゃないんこれ。え、そのつもりで見よったんやけど。大きい方って言ったら、やっぱキングの子供やけん、強く見える。あそこはあえて小さい方で。どう？あら、お目が高い。こちらのおとなしくてすぐに隠れたがるガーディーが先代キングの子供なのです。でしょうね。大きい方やったらなんか普通すぎるけん。くのん。キングたる資格の持ち主ですが、この子は父の死を目の当たりにして、心に深い深い傷を負いました。それを無理やり鍛え、次なるキングにするなど、私には到底できません。真珠団の皆に何と言われようと、この子のあるがままに寄り添おうと決めております。さて、キングがいないと知ってもまだご用があるのかしら。鍛えろと言われたんだけど。後継者の特訓。今この話を聞いた上での後継者の特訓。いや、今の話聞いてましたって感じやけど。あら、会員に頼まれたのでしょうか。心遣いはありがたいんですが、あなた様には関係ございませんこと。さて、金がいないと知ってもまだご用があるのかしら。あ、じゃあ、火吹島。ああ、火吹島の調査。最近怪しい影を見るとの噂です。ただ、火吹島に行くには、ポケモンの偉大と誰？海を渡る必要がございますね。全然聞いたことないポケモンなんやけど。海を渡るには、混合団キャプテン、鈴木様に相談なさるとよろしいかと。あ、この島の二人目のやつ？火吹島はおかしいですよね。怪しい影もそうですが、空の裂け目からの不思議な雷。雷とは雷と申しますので、神王様がお怒りじゃないかって不安になってしまうのです。というのも、真珠団、混合団、それぞれが崇めるお神王様こそが、本物だと争ったことがありまして。ほう。つまり本物の神王様からしたら、偽物を崇める不届きな連中がいるってことですから。え、でもどっちも、崇めとるのは神王様なんよね。え、その神王様としとる姿が違うってこと？よくわからんねえけど。ああ、鈴木様でしたら、イチョウの浜辺から繋がる、エイパム山で暮らしておられます。マジで？何？エイパムだらけ？絶対可愛いやん。くぬん。エイパム山にある金剛山のススキの家を訪ね、遠いな。また遠いな。ねえ、なんかあそこ船あることない？ねえ、これ正面のとこ船あるよね。乗れるようになるんかな？そのうち。海岸。エイパム山、これか。え、これさ、ここにとりあえず一旦砂浜ベースに行ったら、あっという間に着けるのでは？あ、ちょっと。はい。ポケモンを2匹捕まえたのですね。報告をお願いするのです。お願いします。どうすか？いい感じ。調査が進んだようですね。早速報告してください。ふんふん、なるほど。得られた情報で図鑑を更新します。ん？ EV も？戦った件ってことかな？
あと2290。頑張ろう。これからどうするんですか？調査を続けます。それでは引き続き調査をお願いするのです。さーて行きますか。え、どこ？あっちか。お、だいぶ近くなったね。イエーイ。どこかしら。海岸におる、え、海岸ではないんか。海岸からなんか結構内側に入ったところやな。お、モンジャラや、モンジャラ。やっぱこの辺ね、初めて来たところやけん、捕まえたことないポケモンがいっぱいおる。でもどこにでもおるポケモンもやっぱおるんやな。あ、あっちか。山の上っすね。エイパムおった。おー、エイパム、エイパム。いっぱいおるね。でも思ったより少ないけど。あれ？君は？ススキじゃねえけど。あら、エラさん。こんなところでお会いするとは。自分はですね、プレートを探しているのですよ。プレート？前の遺跡にあったみたいなやつ？アイラさんのプレート集めは順調ですか？プレート集めとかしよったっけ？え、あれ完成してなかった？また別の？なんとなく。全然集めよったことか自体ちょっと忘れてるけど。ご謙遜を、すでに4枚も持ちではないですか？マジでそうなん。荒ぶるキングを倒しては得て、ポケモン乗れるようになってはプレートを手に入れているのですね。ほう、そうなのか。あなたの集め方はなぜだか古代の英雄を想起させます。神王様と戦ったとされる古代の英雄。不思議なのですよね。古代の英雄に従ったとされる10匹のポケモンたちは、神王様から力を得たとされるもの。なぜ古代の英雄と共に神王様に挑んだのか。すべてのプレートが集まれば謎は解けるんでしょうか。さあ。ではお互い張り切って、プレートを集めるとしましょう。え、でもさ、それって何？ダブリとかあるん？え、ないんやとしたらさ、二人が集めおったら、全部は集まらんくない？その後、集めるんかな？一つに。二人で。でも無理はなさらないでくださいね。お得意様を失いたくないので。やめてよ、そういう。演技でもない。失うって死ぬってことやろ、それ。ここか？あ、家なんやね。なるほど。お客様？今、出ますので、しばしお待ちくださいませ。なんか思っとった感じと違うな。ほう。あ、ん？僕、金剛団のススキと申しますが、すんごい優しそうな人やね。髪なぎの笛をお持ちの銀河団。アイラさんですよね。僕何か粗相をしましたか？あ、いえいえいえ。なんか、結構ね、キャプテンやし、豪快な感じの人を想像しとったんやけど違うんやね。いきなりの訪問は真の像に悪いのでおやしください。真の像。本当の目的は何でしょう？意外と。どういうイントネーションなんかもわからんけど、そのポケモンが。皮膚島に行かれる？それでしたら、偉大党に認めてもらえるよう、好物を用意すればよろしいかと。ただ、調理がちょっとばかり、というか、かなり大変と言いますか。はっきり言って、無理というか。何が無理？お教えしますよ。材料は僕が持っていますが。材料あるんや。じゃあ別に、あれやね、材料が絶対手に入らないものとかではないんやね。もう一つが僕には絶対無理でして。え？夜に捕まえるべきポケモンがおります。あ、材料とは別になんかポケモンが必要なん。どのポケモン？聞くのですか？もしかして命知らずですか？聞くのですかって何？あ、じゃあいいですってなると思った？ならんよ。サマヨールです。ああ、口にするのも恐ろしい。材料をサマヨールの悪の波動で味付けする。これが偉大党好みの餌を作る調理法なのです。サマヨール。まだ、見たことないよね。ほーん、わかりました。銀河団の方、怖いもの知らずすぎて、
僕が怖くなっちゃいますよ。サマなんとかは夜、お化け藁あたりをうろつく、一つ目のポケモンです。一つ目。目が一つってことよね。お化け藁は地図で見れば、手のような場所、ナンパ線が目印です。ああ、さっき私が言った船あるよねって言ったやつか。ああ、怖すぎて、帰ってサマなんとかに詳しい僕。なんで最初サマヨールって言ったのに、その後、名前に自信がなくなった。あの、サマなんとかが現れる夜までここでお待ちになりますか？あ、じゃあ、はい、待ちましょうか。それモンスターボールなくても大丈夫なやつ。では。お、夜になったね。夜のお化け藁周辺に現れるサマヨールを連れて杉のところに行く。あの、サで始まってルで終わるポケモンをお連れですか？いや、お持ちでないです。はい、捕まえてきます。あれか、名前を言うのも恐ろしいって言ったけど、途中から言わなっただけ？なんかすごい霧が。え、待って、目的地どこや？あ、もう、ここで固定されとんか。じゃあまあ、そのナンパ船を目的に行くしかないってことですね。よいしょー。よかった、降りれた。船。どのあたり？あ、待って、あそこに、あそこに、火の玉があるけど。てか、ナンパ船のところまで行けんくね？行けんくね？ちょっと待って、え、こっちの上から？誰あなた？そこのあなた。建築隊のよりいちさん見ませんでした？誰？いや、誰マジで。もう、どこ行ったんでしょう。よければ人探しを手伝ってくれません？なんか、さっき頼まれた人も見つかってないんやけど、あなたではないのか。この先で待っています。都合がついたら来てください。サブ任務のくせに、話しかけてもないのに勝手に話し出したんやけど、この人。海岸ベースの設営。あ、ベース？できる？マジで？じゃあ海岸ベース作ろう。え？こっちよね。違う。なんか、キラキラ3つ出してしまったんやけど。え、待って、どこ？え、おらんくね？お、どこですか？いらっしゃらないのですが、あれが取りたい。これ普通に行ける？浅瀬か。うわ、怖い。ゴルダックが。このエリアに散らばってる灯火の数は残り19個。さっきの人、おらんくなったよ。さっきの人おらんくなったんやけど。どこ行った？これ違うよね。待って。任務リストで、サブ。海岸ベースの設営。これよ。これか？あ、これやね。あ、だいぶ先の方や。マジか。そんなにも先の方。あー、待って溺れるやつ、これ。ふぅ、危ねえ。めっちゃ危ねえ。これは、なんだ、どこから行けるんだ？こっちかな？あ、あれナンパ線やね。今200何歩とか出とるやつが、海岸ベースのやつかな。ナンパ線を超えたあたりか？く。サマヨールめっちゃいっぱいおるやん。ん？めっちゃいっぱい？これか、サマヨールって。サマヨールさ、名前だけは聞いたことあるんやけどさ、いまいちどのポケモンか分かってないんやけど。あれか、ふよふよ浮いとるやつはヨマワールか。サマヨール、ミイラみたいなやつやね。はい、来ました。待ってましたよ。建築隊により市さんを探す手伝いをしてください。キャンプを設営するため一緒に来たのですが、周囲の様子を見に行ったきりで。まだこの周辺にいるはずです。より市さんを見つけたら戻ってくるよう伝えてください。びっくりした。もうすぐそこやんって思ったら、
ここか、数字。村人のより一どこだ。でもそこまで、そんなに近くすぎても、自分で探せよって感じやけん違うんかな。何あれ、なんかすごいポチャポチャなってない？なんか泳ぎよんかな。より一どこだ。より一ど、ん？あ、これじゃね？喋ってる？助けてくれ。喋ってる？ペリッパやっけ、これ。違った？来るな。来るな、来るな。なんか思ったよりおじいちゃんやった、めちゃくちゃ。若い男の人を想像しとったわ。うわー、ポケモンが喋ってる。喋ってる！かわいい。楽しそう、大丈夫？大丈夫じゃない。助けてくれ。クソデカボイス。お助け！いい感じに可愛く略してくれるよね。ペラップやった。ペリッパって誰やった？なんかそんな感じのやつおらんかった。ポケモンじゃないんかな。電気ショック。え、めっちゃ捕まえたいんやけど、これ捕まえれんやつ？捕まえれんやつやね。道具欄空っぽやわ。まあ、どっちにしろモンスターボール持ってないんやけど。え、絶対その辺野生でおらんやん。え、おるんかな？ストーリー上出てくるってことは。助かったよ。あんたのおかげで命拾いした。ポケモンが人の言葉を話すなんて聞いてないよ。おっかない、おっかない。可愛かったよ、大丈夫。人気のない場所で声がしたら、お化けじゃなくてペラップだぞって、故郷でよく言われてました。マジで？じゃあやっぱりいっぱいおるんやね。よりいちさんを見つけてくれてありがとうございます。今キャンプを設営してもらいます。ふんふん。よいしょ、よいしょ。お？よいしょ、よいしょ。また来たんじゃないの？ペラップ。できたよ。俺の声を真似する嫌な気配を感じたけど、気のせいだよな。いや、きっと気のせいじゃない。調査隊のあんたは恩人だ。キャンプは好きに使ってくれ。ありがとうございます。海岸ベースの設営達成。いやー、ベースキャンプ増えるのは助かる。お。なんかさ、ベースキャンプ増えたらどこからともなく鍵つけてやってくるんやけど、なんなんこの人。実はずっとストーカーしてきようやない。眺めのいいベースキャンプができましたね。だってこんなさ、ベースキャンプができて完成しました。で、ぬって現れるの怖すぎん。ずっとついてきとるよね、確実に。何より水辺のポケモンを調査するには最適な場所です。あの人も常に一緒に。それじゃあ。ん？どこやっけ、ナンパ船。なんか一回通り過ぎてきたよね。あれか。あそこのなんかめっちゃキラキラ光よるけど、あれは？キラキラ光よるのは違うんかな。あそこのさ、あ、これ溺れるやつや。絶対溺れるやつや。でもそこにあるんやけどな。ほら。あの火の玉みたいなやつ。これでしょう。時空の歪みが発生しそうだ。ちょっと待って。ここでさ、サマイオールを連れて次のところに行く。捕まえんといかんのや。そういうことよね。捕まえんといかんってことよね、これ。ということはさ、あれじゃない？一旦戻って、私を見つけないでくれる？一旦、村に戻って、モンスターボールを持ってこんといかんくね。宝箱かと思った。違うんか。てか、この世界に宝箱っていうものはなかったんやっけな。一旦村に戻ろう。まあ、もう一瞬でここまで来れるけん大丈夫やろ。ごめん、突撃した。めっちゃ突撃した。よし。報告できることは特にないようですね。これからどうするんですか？村に戻りましょう。とりあえず一旦、
モンスターボールを確保して、でまたサマヨールをゲットしに行こう。一体しかおらんのかな、いっぱいおるんかな。ここか。ポケモンこけしをクラフトしたら店に来てくださいね。ところでクラフト屋ではクラフトに必要な材料やレシピを売っていますよ。あ、違う。クラフト。あ、作れねえ。全然作れねえ。今私の手持ち、ボールはないよね。違う。ってことは、とりあえず、買うか。バリバリも3つほど手土産にタオファさんと話をつけてきてくれ。ところで、何か買っていっかい？はーい。こっちは？ヘビーボール、フェザーボール。なるほど。じゃあ10個ほど買っていくね。126個、やば。違うんだ。そんな数は別にいらないんだ。はい、とりあえず10個ほど買っていきます。少ないかな？ま、いっか。ま、いっか、いっか。じゃ、とりあえずこれで。あの石つぶてはあれをね、前譲ったやつよね。漬物石として。外で使われようやね、今。おし。それじゃあ。はい、海岸ベースに移動します。来た。撮影したわ。撮影じゃなくて乗りたかったの。さまよーる。この向こうぐらいよね。あ、おった。上がらせてくれ。あ、待って。下ろして。うわー、めっちゃいっぱい出てきたんだが。怖え。誰で行けばいいんだ、フワライド。どれが効くやつ？あ、驚かす。お、いい感じじゃない？あ、とかレベル高いね、相手。これさ、ストーリー上回収されていかん。待って。これさ、あれ？ 4 対1になっとる？やばくない？ちょっと。めちゃくちゃ攻められるよりやん、私。ムクホーク絶対いけんやつやね。レントラー。悪ゴーストがいけるんやね。私、サマヨールが欲しいだけなんですけど、お、めっちゃいい感じやん。ちょ、周りの子たち、抜いてもらっていいっすかね。私、サマヨールが欲しいだけなんで、ちょっと、あ、でもなんならヨモワールも捕まえとく。ああ危険よ。モンスターボールをちょっと、はい。え、これ誰に行くん？あ、ちゃんとそこなんやね。よかった。どや。出てきたんですけど。しかもめっちゃ怒ってる。待って、めっちゃパワーアップしたよ。あ、これやられるやつ。なんてことだ。待って、とりあえず適当に出しといて。こんな人数を相手にするとは思っていなかったよ、私。うわ、しかも回復したし。次、いけるかな？いけ。名前が表示されてるやつにモンスターボールを投げるんかな？かい。おっしゃ、来たよ。やったね。じゃ、とりあえず一旦逃げていいっすかね。はい、逃げます。じゃあね。あ、ほらペラッポおった。かわいい。めちゃかわいい。これさ、あれやっけ、飛んでいける場所にはなかったんやっけ。あ、くっそ。ちょうど向こうのワープできるベースキャンプと中間ぐらいにあるんやね。
ふ。ねえ、あそこ家なんやったらさ、家までワープできるようにしといてくれんかな。なんか、ああ、鉱石か。何が落ちとんかと思った。ガー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 。これってこれ以上ダッシュできんかったっけ？いや、できんな。全くもってできんな。あったあった。クソ、見えているのにめちゃくちゃ時間がかかるというやつ。やだわー。あ、びっくりした。なんでモンスターボール使えん色になっとんかと思った。あや自信乗っとる剣か。さあ、捕まえてきたよ。もうめっちゃ明るくなってしまったけど。あ、待って。あ、なるほど。B ボタンで加速になったね、今。はい、来たよ。あの、サで始まってルで終わるポケモンをお連れですか？お連れ。連れてはなかったな。あ、でもこれ大丈夫なんか、牧場のでも大丈夫なん、どうやって見せよん。はい。お連れですね。あー、出さないで。わかりました。イライトに乗り、ヒフキ島に行くという思い、僕も答えましょう。いつもはガラナさんのガーディンに手伝っていただくのですが、今回はアイナさんが認めていただくための調理です。僕が合図をしたら、サで始まってルで終わるポケモンに悪の波動を指示してください。ほうほう。3。2。あ、やっぱり怖いです。ゆえや1。怒りますよ。大丈夫よ。もう私が捕まえたけん、そっちには攻撃戦。はい。数えていると怖さが募ります。ですので次は同時にしましょう。同時？いきます。何を同時？お？あたりにかぐわしい香りが漂い、偉大島の好物が出来上がった。アイノは偉大島団子を手に入れた。ライドポケモン偉大島の好物。変わった手段で集めた材料を変わった手段で調理して作る。なんかすごい食欲の湧かなさそうな見た目だな。香りといい、形といい、最高の偉大島団子ですね。では偉大島が待つイチョウの浜辺に参るとしましょう。最高なのか。最高なんならまあいいんだけども。どこ？イチョウの浜辺。こっち行った方が早いかな。いや、出口じゃねえ。砂浜ベース。てか回復もしてきたいんよね。少しだけ。さあ、オッケーでしょう。あれよね、まだあの、ポケモンセンターとかいう概念がないけんさ。その辺のベースキャンプで回復できるのはいいよね。結構点々とあるし、ベースキャンプ。よきよき。ここ？ここでお呼び出しするってこと？ね、先にさ、玉ざらし捕まえていい？やっぱ可愛くって捕まえたいんすよ。さあ、どうや。やったー！やったねー！捕まえたよー。あ、あれか。あ、先に来とったんやね、君。重いサイズを捕まえた数。重いサイズやって。ふわふわしてそうやのに。あの、アイナさん、お待ちしておりました。何？何を話してるの？鈴木様。あ、どうもどうも、来たんやね。あ、あの、ガルナさん、二人で会うのはまずいのでは。大丈夫。三人やけん。アイナ様でしたら大丈夫でしょう。それに、私もガーディーたちも、偉大党様に会いたくなりましたの。そうですか。では、偉大党を呼びますね。海中におるってこと？ねえ、どのポケモン呼び出すときも同じ音色なんやけどさ、どうやって把握しよん？ポケモンたちは。今ので怪獣が来ても別に何にもおかしくないと思うんやけど。何？怖い怖い。どういうポケモン？お！バッシャラー。頑固親父みたいな顔してるね。ささあ、アイナさん、そちらにて偉大島に団子を。あ、はあ。どうぞ。アイナ
は偉大刀団子を投げ込んだ。バッシャラー。偉大刀様。いやいや、よかった。偉大刀が出てこなかったらどうしようかとは案じていました。アイナさん、偉大刀に旋律をお聞かせください。海のライドポケモンやったらなんか、ラプラスみたいなのがよかったな。ぬめぬめしてそうじゃない、表面。魚。偉大刀はアイナの旋律を心に刻み込んだ。これでもう次から命令を聞いてくれるってことやね。なるほど。こうやって海のライドポケモンがおるってことは、これで、灯火とか集めれるってことか。どうやって行くんかと思った。溺れるやんと。偉大島から雫プレートを受け取った。水のタイプの石板。あるポケモンに使うと水の力を得る。ほんとや、プレートゲットした。アイナさん、偉大島に乗り静かな内海を越え、日吹島に渡れるようになりましたね。ガルルは。アイナ様、おめでとうございます。クヌン。ガラナさん。先代のキングがガーディを助けた話はしましたよね。あの時私も、鈴木様と偉大刀様に命を救っていただいたのです。ですから、鈴木様のことをお慕い申し上げているのですが、私は後ろ指をさされている身。鈴木様に迷惑をかけるため、表立って会わぬようにしているのです。そういう感じ？なんかそういう恋愛的なあれですか？ガラナさんをお助けしたのは人として当然のこと。鈴木様の見せてくださった勇気。そのおかげで私はガーディをキングにせねばも守る勇気を得たのです。てかなんでこのガラナの方ばっかりそんな感じで、そんな扱いなん？キャプテン二人なんやったら立場変わらんくない？別に。はぁ。この話はよしましょう。カナン。トキワギと呼ばれる松のように、いつまでも若く美しい長女のお松。あ、来た、やっぱり。三姉妹来た。枯れるどころか次々と新芽を咲かせ、繁栄を体現する次女、おたけ。寒い冬に春の訪れを知らせる。可憐にして気高さの象徴、三女のお梅。玄関の翡翠地方にしっかと名前を根付かせてみせましょう。野党三姉妹、松竹梅、あんたのガーディをいただくよ。私の相棒を？冗談は名乗りだけにしておきなさいな。私からおかしい名乗りやけどね。そうです。ここでまた戦闘か？ゲンガー、やっちまいな。おー、まさかの背後から。バーバー？いつもポケモンの鳴き声がすごく気になるんだが。え、なに？いなくなった？おるわ。ガーディいただき。私たちが生きづらいのは、混合真珠といったせせこましい集団のせい。広い翡翠で好きに生きていくため、強いポケモンを従えてみせるのさ。あの人さ、顔に変なペイントしてなかったら普通に美人やと思うんやけど。いただいたガーディ強くしてやるよ。というか、キングにしてやるからね。あの長女。さてと、戻りましょう。誰も来ない暑い場所に。ジジはちょっと髪型があれやなと思うんやけど。え、なに？普通に連れ去られる？マジか、戦闘じゃなかった。え、でかい方連れてった？あ、ガーディ。多分そうよね。やっぱ多分強そうな方、見た目で強そうな方連れてったってことよね。アイナさんどうしましょう。大変ですよ。大変ですよね。大変よ。僕、相棒を戦わせたこともなくて。てか、君の相棒誰？アイナ様、どうかお願いでございます。あの子は私の大事なポケモン。どうかお救いくださいませ。あの方たち、誰も来ない場所に戻ると、群青の海岸で誰も行かないのはやはり、日吹島。今のあなたでしたら、偉大島と共に島に渡れます。さっきの三姉妹はどうやって渡ったん？船を持っとるってこと？偉大刀と共に島に渡れます。どうか彼女の頼みを聞いてください。まあまあまあ、わかりました。
どっちにしろ渡るんやもんね。ありがとうございます。ありがとうございます。私どもも日吹島に向かいますので。いえいえ、ガラナさんは残されたガーディーと共にこちらでお待ちください。みんな、何？みんなひょいひょい渡っていくんやん。別にライドポケモン使う必要なかったんじゃね？別になんかね、その方法で私も一緒に連れてってくれれば。はあ、とはいえ雷ばかりで野党のいる島に行くのは。えい、アイナさん、行きましょう。行くしかありません。だからこっちは特に行くって言ってるんだよ。偉大とはですね、水上で跳躍できるのです。しかも2回連続で。それはめちゃくちゃ高く離れるってこと？さらに偉大塔に乗ったまま道具を投げることもできるのです。マジで？じゃあモンスターボール使えるってこと？怪獅子とか使えんのに。アイノさんであればボールを投げたりしてポケモンを捕まえるんですかね。うんうんうん。とはいえ怖いものは怖いです。アイノさんお先にどうぞ。表情。アイノはライドポケモン偉大塔を呼び出し水上移動ができるようになった。わあ、こういう感じね。え、何あれ？なんかめっちゃ持ち手ついとんやけど。取り付けるもんあれ。偉大塔で水上移動。水に浮かんでいる時にプラスボタンまたは A ボタンを押すと偉大塔ライドで水上移動できます。偉大塔ライド中は物を投げることができます。ほら、なんか水上バイクみたいになっとるやん。さらにジャンプをしている間はゆっくりと狙いを定めることができます。ふんふんふん。偉大塔ライドで海を渡り、野党を追って日吹島に向かう。日吹島、どこ？あっちの、遠いね。まあ、ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで、で次回、ライドポケモン偉大塔に乗って日吹島に向かおう。ガーディを助けにね。